166回の直木賞が発表され今村翔吾さんの西王の盾と米沢保信さんの国老状が選ばれました直木賞に決まった西王の盾は戦国時代の大見の国を舞台に石垣職人集団阿納州の若き職人が主人公の物語です作者の今村翔吾さんは 京都府生まれの37歳で2017年にデビューし直木賞は3回目のノミネートでの受賞となりました直木賞に決まった国老女は織田信長に反旗を翻した荒木村重を主人公とする歴史小説でありながら本格ミステリーとなっています作者の米澤穂信さんは岐阜県生まれの43歳で 2001年に作家としてデビューし、米澤さんも直木賞は3回目のノミネートでの受賞となりました。